山下芳樹さん日本共産党の山下芳樹です、えー、今日の子どもの貧困問題を質問させていただく予定にしておりますがその前に菅官房長官に、えー、昨日大津地裁はあ関西電力高浜原発三四号機の運転停止を命じる仮処分決定を行いました新規制基準に合格して再稼働した 原発の運転停止を命じる仮処分決定は初めてであります、えー、明日がちょうど福島第一原発事故から5年、いまだにですね、広大な地域で人が住めない、子どもは外遊びができない、農家は作物を作れず、漁師は魚を取ることもできない、えー、たった1回の事故で、これだけの災禍をもたらし続けるのが原発だと。 私は今回の決定は、あ安易にです、ね、原発を再稼働することに対する国民の不安が届いた決定であり、そして福島で今起きていることを正面から見据えた決定だと感じますが、まず官房長官の昨日の決定の受け止め、伺いたいと思います。菅官官房長官 まあ政府としてはそうした福島の事故の教訓を生かしてまさに世界最高水準と言われます新しい規制基準こうしたものを原子力規制委員会が専門的見地から十分に時間をかけてそれに基づいて 判断をしたものでありますそうした3、4号機については、その原子力規制委員会の判断を尊重する、このことについては変わりませんし、その尊重し、再稼働を進めていくという方針は変わらないのでありますでいずれしろ本件は仮の処分であります。 当事者である関西電力がですね、やはり、えー、しっかり説明を尽くすことが大事だというふうに思います。山下芳樹さん。えー、まああまりにも軽い受け止めだなと思わざるを得ません。仮処分とおっしゃいましたけれども、仮処分というのは直ちに止めようという決定なんですよ。それほど危険だということなんですよ、逆に言えば。それほどですね、差し迫った危険があるからこそ、 仮処分で直ちに止めよという手法は判断したんですよ。これ軽いどころか重いんですよ。そう受け止めるべきだと思います。で、大臣、判決文をお読みになったかどうかわかりませんが、非常に重い、えー、中身であります。今日2点だけ、えー、少し大臣の意見を伺いたいんですが、まず規制基準について、先ほど大臣も触れましたが、 昨日の決定はです、ね、こう言っております、福島事故の原因究明は、建屋内での調査が進んでおらず、今だお道半ばの状況で、津波をしたる原因として特定し得たとして、えー、良いのかも不明である、その最下の甚大さに真摯に向き合い、二度と同様の事故を防ぐとの見地から、安全確保対策を講ずるには、原因究明を徹底的に行うことが不可欠である。 この点に意を払わないのであれば、そしてこのような姿勢が、関電ひいては、規制委員会の姿勢であるとするならば、そもそも新規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚えるものと言わざるを得ない、こう述べております。原因がまだ分かってないのに、これで安全だなどという姿勢は問題だということでありまして、先ほど官房長官は、政府としてこの新規制基準を世界で最高水準だと。 おっしゃいましたけれども、そうじゃない、不安を覚えざるを得ないと、市は判断しているわけですから、この新規制基準に合格したことをもって安全だと言って、再稼働をどんどんやる、このやり方、政府の姿勢をね、やはりここは再検討すべきではないかと思いますが、いかがですか。菅官房長官。この原子力規制、えー、委員会は、専門的検知から十分時間をかけてですね、 世界最高水準の新規制基準に適合するという判断をされたわけでありますので、政府としては、こうした原発について、その判断を尊重し、再稼働をしていくという考え方に変わりはありません山下芳樹さん。先ほどから、これまでそうだったという説明に終始してるんですけれども、そうではないという司法の,この決定が下ったわけですが、それについてどう思われるんですか。 菅官官房長官、えー、本件はあ仮の処分であります。いずれにしろ、お当事者である関西電力があさらに、えー、しっかりと説明を尽くしていくということがあ大事でありますので、そこはしっかり指導していきたいというふうに思います山下良樹さんあの。福島から5年経って、こういう司法の判断が出て、しかしいまだにですね。 それに真摯に耳を傾けようとしない姿勢、私は福島の方だけではなくて、オールジャパンでいかがなものかと見ると思いますよ、もう一つ、昨日の大知地裁の決定の中身を少しいい紹介しますが、避難計画について、こう述べております、えー、福島事故を経験した我が国民は、事故発生時に影響の及ぶ範囲の圧倒的な広さ、 ととその避難に大きな混乱をを生じたことをよく知っている安全確保対策として、その不安に応えるためにも、地方公共団体個々によるよりは、国家主導での具体的な可視的な避難計画が早急に策定されることが必要であり、この避難計画をも視野に入れた幅広い規制基準が望まれる。過酷事故を経た現時点においては、そのような基準を策定すべき、審議則上の義務が、 国家には発生していると言ってもよいのではないだろうかと、こういう判断ですよ。確かにあの今、各自治体でね、避難計画策定してますけど、なかなか策定が困難だし、それが実践できるのか、極めて、えー、危うい状況に置かれたまま、再稼働が次々されようとしてるわけですね。そういう状態でいいのかと、やはり国がこの避難計画に責任を持って基準を作るべきじゃないかと。 この司法の判断、どう受け止められますか、菅官房長官。この避難計画の段階から、ですね国は地方自治体としっかり連携をして、この避難計画をですね、えー、策定をし、総理を議長とする原子力防災会議で了承するというですね。 国が前面に立って、しっかり長治体を応援するという体制により、ですね、ここは国はしっかりと関与し、そして、えー、責任を持って行っている、そういうことであります。山下良樹さんあの。責任なんか持てないですよ、だってバスの台数確保できないし、運転手確保できないっていうのが、この地裁の判決のあったら滋賀県で起こってるんですよ。 だから国がちゃんと責任を持った基準を作らないと、それ、誰が責任を持つんだというこの指摘、今の答弁って済ますんですか、受け止めないんですか。菅官官房長今申し上げましたけれども、避難計画策定の段階から、国は地方自治体と一緒になってこれ、作ってるんです。そそしてての計画に基づいてでですすね原子力防災会議議これはあの総理が議長でありますけども そして閣僚が出席してそこで了承を得るわけであります結果としてですねまさに国が全面に立ってしっかりと長寿体を支援していく体制を作らさせていただいているこのように考えています山下芳樹さん私は本当にこの司法の判断をそのように軽く受け流す姿勢は残念でなりません明日福島5年目迎えますけれども お,おそらく多くの国民の皆さん、この判決をです、ね、決定をですね、生かしてほしいと願っていると思いますよ、行政に、国に。今の姿勢では、その国民の期待に応えることはできない、私はそういう姿勢を転換すること、そして原発ゼロをしっかりと、に向かった方向転換することを、えー、引き続き、多くの皆さんと一緒に求め続けていきたいと思いまますす次に進みたいいと思います、えー、子どもの貧困問題であります。えー 山形大学の戸室健作准教授が調査をされまして、資料1枚目に載せておりますけれども、少子化で子どもの数が減少しているにもかかわらず、生活保護以下の収入で暮らす子育て世帯が倍増していると、この20年間でですね、これは総務省の5年ごとに実施する就業構造基本調査などを分析して、生活保護費の受給対象となる生活再 最低生活費以下の収入しかなく、かつ17歳以下の子供がいる世帯数の20年間の推移を調べたもので、その結果、1992年に約70万世帯だった子育て中の貧困世帯数が、直近の2012年の調査では、約146万世帯に倍増していたという調査結果であります。えー、なお、この同じ期間にですね、子育て世帯自体は2割減ってるわけですから、2割減っても貧困世帯の数が倍になったっていうのは、 非常に深刻な事態だと思います、えー、政府の調査より実態に近いものだというふうに見られておりますが、えー、官房長官こういう実態について、えー、認識伺いたいと思います菅官房長官まあ政府として、えー、この地位係数の動向を見てみますと我が国の当初の所得に比較して 税や社会保障による再分配後の所得の格差はおおむね横ばいで推移しているというふうに思いますまた相対的貧困率については2012年までのデータであり第二次安倍内閣以降における状況を示すものではありませんけれども長期的な傾向としてはおおむね緩やかに上昇しているというふうに認識をしておりますいずれにしろ政府として子ども貧困対策は 極めて重要な課題であるというふうに認識しておりますので総合的な施策をしっかり推進をしてまいりたいというふうに思います山下芳樹さんあの緩やかな上昇じゃないんです20年で倍以上になってるんですからねあの、加藤一億総活躍担当大臣に伺いたいと思いますあの、私この間ですね東京都内の子ども食堂を運営されているグループ訪ねました えーまあ、今、全国に広がっておりますけども、私が行ったところは月1回、えー、子どもさんが親子でですね食事ができるように、まあ、せめて、えー、お腹いっぱい、温かいご飯を食べてもらえるように、そんなことができない子どもさんたちが亡くな,くなるようにということで、えー、地域のボランティアの学生の皆さん、シニア世代の皆さん、近所の女性たちが腕を振るって、えー、ご飯夕食を作っておられました。えー、次々とですね、えー、自転車に 子供さん乗っけてお母さんがやってきて、えー、食べておられました私も一緒につけを挟んで食べたあるシングルのお母さんはいつもは二人だけで娘と寂しい食事してるけどここに来ると賑やかで子どもも明るくてたくさんご飯食べますと言っておられました、えー加,藤えー、加藤担当大臣こういう子ども食堂の全国の営みについてどう評価されますか加藤大臣 あの議員御指摘のように各地で子ども食堂が増えております。またあの今年の1月12日には、えー、豊島区と豊島子どもワクワクネットワークの共催で第2回の子ども食堂サミットが、えー、開催されて、えー、大きな広がりを見せているというふうに承知をしております。私も一度あの子ども食堂を視察をしていきたいと思いましたが、今おっしゃったり、 間が空いてるもんですからなかなか間があのうまくフィットしないんですが、まあ、ぜひ直接行って、私自身もですね直にそれを見ていきたいと思っておりますがあの、貧困の状況にある子どもの抱える困難やニーズ、様々であります、貧困であるということがなかなかこう表に出てこない、まあ、実態が分かりにくいということでありまして、そういう意味で行政の支援が、ですね必ずしも手が届くということには限らず、 まあこうした子ども食堂のように草の根の皆さん方がまあ子どもたちにまさに寄り添って細かな支援をしていただくということは大変重要だというふうに考えております、まあ、現在、国挙げて子どもの貧困対策を推進するため、観光民の連携共同プロジェクトである子どもの未来応援国民運動を展開をさせていただいておりまして、国民運動の事業である子どもの未来応援基金、今、いろいろとお願いに回っておりますけれども、そうした基金や、 あるいは企業等の支援リソースと民間団体の支援に合わせるマッチングサイト、まあ、これも運営しております、まあ、こういったものを使ってですね応援ネットワークを作り、民間団体の取り組みをしっかりと、えー、後押しをしていきたいと思っております山下良樹さん。あの私、その訪ねた子ども食堂の,、まあ、あのリーダーの方に聞いたら、何を一番行政から支援してほしいですかって。まあそんないろいろ ろいろまあ何て言いますか手っ取り足取りは必要ないんだけど一番困ってるのは場所の問題だっておっしゃってましたその方がやっている子ども食堂もその方のご自宅をですね改築して、えー、食堂をこう2つ何て言いますかちゃんと賄えるようにですねそれ用のキッチン作ってそこに、まあ、たくさん人が集まってるんですね公民館借りようと思っているの月1回ですから なかなかこう常時設備を置いておくわけにいかない、またそういう設備はないところが多い、場所が一番、あのなんとか応援してくれたらありがたいとおっしゃってましたが、そういう点、どうでしょうか加藤大臣あの今申し上げた、まあ、民間の取り組みに加えまして、27年度補正で地域の子ども未来応援交付金というのを設けさせていただいて、まあ、この中には貧困の実態を把握していただく。 計画を策定したりあるいはそれを支える運動していく方々のネットワークを作っていただくというのに加えてですねやはり自治体の取り組みとして、えー、地域のいろんな取り組みを応援していくそういったものも対象にさせていただいておりますので、まあ、あのそれぞれの自治体においてもそういったものも活用していただければと思います山下芳樹さんはい、次に子どもの医療費の問題について伺います厚労省に聞きますが子どもの医療費の無料化を含めた助成をしている自治体 都道府県、市町村、どうなってますか。谷内審議官お答えいたします、平成26年4月1日時点におきます自治体の、自治体によります、子ども医療費の助成の実施状況でございますけれども、自治体によって対象年齢が異なっているなどの違いはありますけれども、すべての都道府県および市町村におきまして、子ども医療費助成を実施しているところでございます。山下芳紀さん すべ、はいあのー、ての都道府県、市町村で実施していると、まあ、いろいろ実施の状況は違いますけれどもね、そういうことであります、えーまあ、就学前まで、えー、ではもう100%助成しております、それから小学校卒業まで85%の自治体で、えー、中学校卒業まででも81%の自治体で、えー、実施されているわけですが、えー、群馬県が、ね、相当頑張っておられるんです。 あの群馬県の子どもの医療費無料調査、あ無料化の制度は、4つ特徴がありまして、えー、1つ、入院、通院ともに中学校卒業までを対象としていること、2つ、所得制限がないこと、3つ、受診時に自己負担なしで医療を受けられること、4つ、県内のすべての市町村で実施されていること、えー、この4つともですねやっているのは、全国で、えー、群馬県が初の取り組み。 だそうでありまして、えー、ここで利用されている、まあ、保護者の方のどのような点で生活に役立ってますかというアンケートに対して、えー、子育て家庭の経済的負担が軽減される95.7%、安心して早期に治療が受けられ、子どもの健全な成長が促進される89.4%、えー、子どもを産み育てやすい環境が整備され、少子化対策の効果が期待される50.9%。 というふうになっておりますが、えー、加藤大臣、自治体のこういう取り組み、どう評価されますか加藤大臣あのそれぞれ自治体であの、そうした地域の実情に応じて、ですね対応していただいているというふうに思いますし、またあの今、基本的には厚労省のほうでいろいろとご議論があるんだろうと思いますけれども、まあ、子どもたちが健やかに成長できるように、ですねやはり政府としてもさまざまに対応はしていきたいと思っております。 山下芳樹さん二、えー、月二十五日、子どもの医療費無料化制度を国に求める全国ネットワークのお母さんたちと私、一緒に加藤大臣のまあ議員会館の部屋に訪ねまして、要望をさせていただきました、えー、その時の要請では、ですね中学校卒業まで国の制度として、子どもの医療費の無料制度を実現することを目指しつつ、当面、就学前まで、えー、の。 早期の創設をという予防でした、えー、お母さんたちからは、ですね同じ県内でも自治体によって制度が違うのはおかしい、国の制度として、誰もが安心して医療を受けられるようにしてほしいという声が出されて、まあ加藤、加藤大臣、真剣に受け止めていただいて、子どもの貧困が次の世代につながっていくことがないよう、しっかり対応していきたいというご答弁もいただきました。えー、踏み出すべきじゃありませんか加藤大臣 あの今、子どもの医療費に関していろんな論点があるというふうに承知をしておりまして、まあ、それを今、厚労省においてご議論もいただいているというふうに思います。あのまあそれをまずわれわれとしては、しっかり見ていきながらです、ね、ただ基本的な流れとして、最初に申し上げましたけれども、やはり子どもたちがその家庭環境に左右されることなくです、ね、健やかに成長していけるように、しっかりと取り組んでいきたいと思います山下良樹さん。 あのそのそ加藤大臣に尋ねた際、ですねあるママからですねあの歯の問題が出されたことを覚えておられると思うんですね、えー、子どもの友達が歯医者にも行けず、虫歯で少し匂いもするということで、いじめの対象になってしまっていますという声でありました。ここはかななりあの衝撃的なあ 中身だったので加藤大臣も相当真剣に聞いていただいたという印象を持っているんですが資料2枚目にですねその子どもの歯の実態のまあちょっとリアルに見ていただくために口腔崩壊と言われておりますけれどもえほとんどの歯がもうなくなっちゃっている子どもが今残念ながら増えているという写真を載せてあります、これはもうえ4歳児ですけれども右上の乳歯に急性症状があって頬をパンパンに張らせて来院したと。 入試20本中14本が、まあ、虫歯状態だったということで、えー、ありますが、大阪府歯科保健医協会が、ですねこの,の歯の健康についてずっと系統的に調査をしたああ結果を毎年出しております。資料3ページに、えー、これはあの 15年の学校歯科治療調査なんですけども、これ見ていただきますと、ですね、まあ、小学校では2014年に学校歯科検診を受けた児童のうち 34.、34.0%が要受診と診断され、このうち歯科を受診した児童は50%なんですね、えー、中学校では32.3%が要受診と診断され、このうち歯科を実際に受診した生徒は31.0%。高校になりますと 30.1%が要受診とされ、うち歯科を実際受診したのは13.0%ということになっておりまして、えー、この受診しなければならないのように受診できていない子どもさんが小学校でも5割、えー、もっと多いわけですね、中高となるにしたがってで、その結果、ですねこの大阪府歯科保健協会の調査では、小学校で6年生ですでに永久歯12本が虫歯。 歯がないと一目で分かる児童がいる、虫歯が十本以上ある児童が十数人いるなどの、えー、事例があったというふうに報告されております、えー、加藤大臣、なんでこんなことが広がっていると思われますか、加藤大臣。あの今の資料、ちょっと初めて見させていただいたところでありますけれども、まあ、歯や口腔の健康というのは、えー、食べる喜び、話す楽しみを保つ上でも重要でありますし、単に身体的な ということだけではなくてやはり精神的な、あるいは社会的な活動にもいろいろと寄与するものであります、まあ、特に子どもにとっては健全な育成に大変重要だというふうに思います。 あの子どものこの牛、虫歯全体についてはです、ね、あの歯科医師の皆さん方のとも努力もあって、かなりこの下がってきているという、統計は一方であるわけでありますけれども、まあ、今、ご指摘ななったような点、あるいはあのアダク地区においても、なんか貧困と子どもの虫歯との関連があるかないか含めて、えー、実態調査をしているというふうにも聞いております、まあ、こうした調査もしっかり見てです、ね、あの必要な対応を考えていきたいと思います。山下芳さん あのー、この大阪府歯科保険協会の調査の,あの結果の一つのコメントとしっていうか、評価として、ですねこう言ってるんですよ、航空崩壊の事例の子供たちの多くが経済的に困難な状況におかれ、ネグレクトや生活習慣などにさまざまな問題を抱えているということだと、これ、毎回の調査で同様の傾向が出ていると、要するに経済的困難な状況で、歯医者さんにかかる必要があってもかかれない。つまり 内臓の疾患とかとまた違いまして、直接命に関わる問題ではないということもあるんでしょう、どうしても歯の治療というのは後回しにされるということはよく聞きます、その結果、こういう状況が、まあ、家庭の貧困が増えるに従って、子どもの口腔崩壊が広がっているというのが、専門医の皆さんの分析なんですねで、学校の先生方が行政に望むことは何ですかと、まず治療費を何とかしてほしいという声が寄せられていると。 窓口負担の軽減だけでこういうことが起こっているとは言いませんがしかし窓口負担の軽減は子どもたちの健康の大前提となるというふうに歯科保険協会の先生方も結論付けておりますまあこの点からもですね国の制度としての医療費の助成制度踏み切るべきではないかともう一度どうでしょうか加藤大臣 あの今の点については、あのそうした地域のです、ねえー、中でさまざまな調査も行われているということでありますから、そ、まあそれもしっかり把握に努めさせていただきたいというふうに思います。まあ、その上で、あの改めて国の対応ということでありますけれども、まあ、今、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、まあ、厚労省においていろいろご議論いただいているということでございますんで、まあ、その議論もしっかり見つけながら対応させていただきたいと思います。 山下芳樹さんさっきから厚労省においてって言うんですけどね、私、なんで加藤さんがわざわざ少子化を克服するために、出生率1.8%と、安倍総理から直々に任命されて、えー、こういう大臣になられたのかと、やっぱり厚労省が今までもやってきたから、見守りますでは、ですね私はこの大臣が特設された値打ちがないと、そっちが言って思うんですね。ですから私今 いろんなことをお示ししながら、また大臣あの、本当に真剣に聞いていただきましたので、お母さんたちの声をですね、えー、しかもそのポジションにおられるわけですから、大臣がイニシアチブを発揮すればれ、かなり大きな後押しになると思いますので、提起しているわけですから、そういうふうに受け止めていただければと思いますが、で例えばですね、就学前までの子どもの医療費を国の制度として無料化した場合に、どのぐらい予算かかるのかと、まあ、国費として負担するのは2400億円、厚労省が資産出しております。 えーまあ、この額の多い、少ないというのは、いろいろ評価ありますが、例えば法人税の減税、安倍政権の下でこれまで3年間でも3兆円ですから、これからまた新年度でさらに拡大して1兆円上乗せしようとしていますから、まあ、そういうことも含めれば、決して出てこないお金ではない、えー、もう子どもの命と健康、成長、発達にかかる問題として、これを思い切って判断いただきたいというふうに思います。 えー、もう時間が迫ってまいせっかく石破大臣来ていただいてますので、あの私はです、ね、子どもの医療費の無料化に踏み込むべきだということを、まずあのいろんな方が要求されながらです、ね、もう一つ、直ちに自治体がそういうことを独自で踏み込んだら、これあの、政府がです、ね、ペナルティを課しているという問題があるわけですね。窓口で無料化した場合など 国は自治体に対する公費負担を減額措置している、もうペナルティーなんです。なんでこんなことやってるんですか、厚労省。谷内審議官。お答えいたします。あの。国保の国庫負担金の減額調整措置はどういう趣旨で実施しているのかというお尋ねでございますけれども。これは地方単独事業によりまして、医療費助成によって窓口負担が軽減される場合に。一般的に医療費が増加するため。 限られた財源の公平な配分や国庫財政に与える影響などの観点から、増加した医療費分の公費負担を減額調整しているところでございます山下芳樹さん。次のページ、資料を見ていただいたらわかるんですけども、うーんその今の言い分書いてあるんですけどね、箱の中の下ですけども、えー、国庫の公平な配分という観点からというふうにあるんですがね、もうすべての自治体でやってるんですよ、医療費の無料化はね。 公平も何もないです、みんなやってるんですから、それを国の制度としてやっていただいたら、もっとバージョンアップできるじゃないかという要望なんです、この公平に書くからなんていうのは、もう理屈にならない、石破大臣、期待でてますが、えー、地域創生事業において、子どもの医療費助成事業も活用されておりますが、どのぐらいの自治体で活用されてますか、また、う時間になりますがな、どういう思いで自治体はそういうことをやってるんでしょうか。石破大臣 端折って申し上げますが、ご質問にありました医療費助成につきましては、交付決定ベースで申し上げますと、74の市町村におきまして、合計13億円ということになっておるわけでございます。これは少子化対策もメニュー例の一つとしてお示しをしておるわけでございまして、出会いの場作りですとか、結婚相談、不妊治療助成、保育料を軽減、保育士の保育環境の拡充、 一級取得促進など幅広い事業で活用されておるところというふうに承知しております各地方公共団体子育て支援に有益な取り組みであるというふうに考えましてこれを活用しているという認識を持っておるところであります山下芳紀さん、えー、この場合減額措置はされてるんでしょうか谷内審議官お答えいたします 現行法令上、国保の減額調整措置でございますけれども、国の負担金、または補助金の交付を受けないで、地方自治体が実施する医療の窓口負担の軽減のための事業について実施することとされております。従いまして、国の地方創生先行型交付金の交付を受けまして、地方断独で医療費助成につきまして、例えば年齢要件や所得要件を緩和するなど、対象者の拡大を行った場合などには、その拡大部分については、減額調整措置の対象にしないこととしております。 山下芳すさに国が認めればいいけども、認めなかった、勝手にやったらペナルティーだとで、おかしいですよ、どっちも思いは一緒なんですよ、子どものためにと、えー、地域のためにと、こ思ってやってるのに、片やペナルティー、片やペナルティーじゃないと、これ、どっちに合わせるかというと、やっぱり全部ペナルティーなんかなくすのが当たり前なんですね、もうそういうところまで来てる、石破さん、頑張ってください。石破大臣 それはペナルティというふうに考えるかどうかというお話であります、ですから今、の政府参考人から答弁がありましたように公平というものをどのように考えるかということに最後は帰着するものだと思っています、だからペナルティという意味合いを持っているとは私は思いませんが何が公平なのかということについて議論を突き詰める必要があるという,ふうに認識をいたしております。終わります